ミルクサッカーアカデミーのウェバーでございますノーミルク砂糖ですよろしくお願いします,お願いします今日はこちらですねドン台所事情シリーズ徳島ボルティス編でございますお願いいたしますチリチリチリンということでお願いいたしますということでね、はい えこのシリーズ、北から順に南までやっておりますということで、カテゴリーますですね、ついに四国上陸ということでございますけれども、他のチームもぜひ見ていただきたいですけれども、何ますと、図解によります先生による世代とポジション、どの辺に、どういうポジションに何世代の、どういう人が何人いるのかというね、プラス冬に向けて、どんな遺跡があるのかなという、そんなね、見立ても合わせてご紹介させてくださいということでございます。よろしくお願いします。はい 育成の,と,のりといううう,いうこここととででで読むんすすかかれどいいやもう徳島といって今ね、えー、残留争いもしてるってところがありますけれどもやっぱり去年の昇格だったり、えー、あとリカルド・ロドリゲス体制でこう伸びてきた選手っていうのもいるんですが、えー、やっぱりその中で考えるとこうやっぱりそあれから5年とかも経過してきてそろそろ世代交代も必要になってきてるポジションも実は あってしまうんです。なんで、戦いながら育てることも、重らしい遺跡で取ってくることも大事なんだけど、とりあえず、このポジションの2代目なんてところを見つけに行かねばならないようなタイミングなのかなというところで、こんなタイトルを見せてみたまなるほどね、取るがじゃっていうことですね。こういうことでなるほど。はい。ということで、じゃあ、どんなメンバーいるのか含めて見ていきましょう。こちらです。ドはい。というところで、まず表の見方からいきましょう。お願いします。 今年はね、ポヤトス体制でございますけれども、はい、上の部分にね、過去3年間のデータが載っておりますよと、えー、今年が後とは残留争いどうなるかということですね。うん、そして真ん中の部分には、それぞれの各ポジションずつに、そして世代別な感じで分かれている表がありますと。はい、ピンクの部分がゴールキーパーですと、センターバックが青、サイドバック系が水色で、オレンジが守備的なミッドフィルター関連でございますね。 黄色がオフェンシブなミッドフィルダー系でございまして黄緑がウインガーサイドアタッカーになり緑がセンターフォワードタイプとなっています。はい、そして、はい、左側ね縦軸ご覧ください年齢と生まれ年が書いておりますオリンピックの4年刻みになっておりますと、うん、そして下がイン予想アウト予想先生によりますね、えー、いろんな情報そして予想ね 本、えー、望、そうなのも入っておりますが、いろいろ入っておりますのでね、ご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、から行きましょう。はい。そうですね。うん、ゴールキーパーから見ていこうと思うんですが、えー、今、最年長の瀬口選手が新潟に行っております、うんで。僕はここは徳島の皆さん的にはどう思われるかなんですが、瀬口選手多分新潟行かれるんじゃないかなと今のところ思っています。ああそうですか。はいはい、理由としては、実は新潟あの、瀬口選手以外のゴールキーパーが全員東京世代なんです。はい。 ベテランがいない。<ー>ってことで、ほうほう結構、あの、新潟のゴールキーパーたちが、その、瀬口さんの、それこそ姿勢だとかをかなり頼りにしてるっていうのがあり、新潟としても多分そのままいてほしいっていう状態になるんじゃないかなと思っていて、ほうほうおそらくはっていう可能性が高い。で、えー、この残りのメンバーで考えたときに、あと、上福本選手、これあの、最近我々出したり、遺跡ロックオンという、あのー、この選手が今、モテモテだよ、なんていうねそれこ、そういうことを表したような動画シリーズになるんですけども、はい ここでもお伝えしたように、上福本選手、やっぱ足元の技術ってところが、やっぱり次のね、えー、新しくオフサイドがこう変わってっていうシーン考えると、ちょっと卓越した技術すぎるってので、欲しがってるチームが多いんじゃないかなと思われますと。この二人がちょっともしかしたらって話はあるかもしれません。その代わりただ人数的なことを考えると、 えー、大卒のね、田中選手取ってってところもありますので、うん、まあ、長谷川、松沢、田中、後藤みたいなメンバーで来季く可能性は高いんじゃないのかなとは思います。ね、はいはいはい。はい。えー、続いて今度はセンターバックでございます。はい、センターバックもし出るとすればっていうのが今のところ二人いて、うん、えー、現在レンタル中で出ている二人なんですけど、安倍選手と奥田選手の二人。うん。まず安倍選手は、えー、育成型期限付き移籍先のあのー、岡山で、えー、もう、 レギュラー取っちゃいまして。はい,はいはいはい。まあ左利きセンターバックですから、うん、で、ビルドアップが上手い選手なので、そ,でね、それはある程度のチームだったら欲しいよってのものもあったんですけど、もうなんで、ちょっと来年も岡山にいる可能性高いんじゃないかなと思っております。ね。で、もう一人奥田選手は、うん、いわきなんですよ。うんうん、今年、いわゆるね、J3 参入の要件、すべて満たしたチームなんで、来季初めての J リーグにやってくることになるんですけど、で考えらればやっ J、K、経験者そのも欲しいじゃないですか。そうですね。 っていうところから狙われ、そのままね、えー、レンタル延長になるのかどうかわからないですけど、まあやっぱり狙われて、まあ仕方ないかなっていう選手が一人いるかなというところでございます。で、その代わり一人、えー、森選手、はい、えー、が、琵琶湖整形スポーツ大からやってきて、彼が多分来年スタメン取る確率はちょっと高いんじゃないのかなと思うので、まあそれこそセンターバック二代目じゃないけど、彼がそこなんかでいろんなとこね、継いでくれるんじゃないかなと思っております。はい。 で、今度はサイドバックでございます。はい、サイドバックは、あの、来季というか、このままな、もしかするとなんですけど、新たなキャプテンが生まれるかもしれないんですよ。ううあの、先日、あの、岩尾選手がちょっとおけがで出られなかった試合があって、うん、神戸戦だったかなキャプテンマークを巻いたのが、 岸本健選手うんうん、うん。そうだっ、ね、たそうなんですよ。なかなか思えばサイドバックの選手がキャプテンマークまくってそんなにないなぁと思ってたんですけど、岸本選手がこう巻いていたってのもあり、うんうん、やっぱりと、えー、徳島の時代を作っていくのは、まあ、彼になってくるのから、なんてのもちょっと思うところで、うん、そういうのでわかりますもんね、期待のほどというかね。そうなんですよね。うん、で、ただ、一つちょっと気になるのが、はい、田向選手。はい まあ中堅からベテランに差し掛かりつつあるような田向選手でもあるんですけど、うんうん、今、G1 並びに G2 っていうところでは、サイドバックをもっと増やしてっていうのが今、すごい出てきてるんですよ、ね。5人交代はね、受け止めないといけないポジションですからね、最も。そうなんです。はい、で、最も負傷が多かったポジションっていうのもあり、 寒ムカイ選手、このカラーリングからは分かる通り、うん、サイドバックはもちろんのこと、右も左もね、そしてセンターバックもできる選手だってのもあって、はいはい、これは他のチーム化したら欲しいよねってのは、なのでもちろん移籍しないことも全然あると思うんですが、<ー>あの狙われる確率はあるよというところでございますねと。ねうん、まあ、ジーゴ選手がいるので、スタメンっていうところでは対象は大丈夫かもしれないんですけれども、ただ、そういうところはあるのでってのはありえそうです。ね、は,は,はい で、逆に、ま、徳島にその代わり合いそうな選手っていうのを一人持ってきまして、はい、え、水戸の岸田翔平選手。まあセンターバックではないんですけど、サイドバックとはもう一列前っていうところができるアシスターになるので、うん、左番岸本武もどうですかっていう、う岸岸コンビでいかがでしょうなるほどね。<laughs> でございます。すはい、はい、続いて今度はオレンジの守備的ミッドフィルダー行きましょう。うんはい、ま、ここはね、あの、それこそこの人こそもう徳島ボルティスだっていう、 はい。岩尾健という男がいますね、と。はいうん、まあ、だから来年、もし、だから残留できなかった場合、岩尾選手がどうなるのかってところが、まあ一つ、ちょっとね、気になるポイントになってくるのかなと思いますけど、岩尾選手が仮にの場合があったとして、継げる選手としてはこのチームだと今のところ二人いますと。はい。鈴木徳馬選手だったり、藤田ジョエル千葉選手。はい。このあたりがってのは思うんですけど、ただ、 もし残留ができなかった場合ってことを考えると、このチームで最も奪われてしまっても可能性が、奪われてしまう可能性が高いのは、争奪戦になってしまう可能性が高いのは、うん、藤田ジョエル千葉。やはり。うん,うん。それこそ狙ってくるチームは、来期 ACL とかのチームたちになってきちゃうかなというのがあり、その場合は仕方ないのかなっていうのもちょっとありますよと。ただその代わりですね、来期すんごいの入ってくるのも朝皆さん。 一番下、高卒内定の選手になるんですけど、はいはい、ええー、ヒョン・リオ選手。はい。このね、一番下で、あの、ゲに、リカのリに5って書いてある選手なんですけど、ええこれ彼、彼が、あの、静岡学園から入ってくる形になるんですが、はい。はい、彼がね、僕は次の特島も作ってってくれる選手になるんじゃないかなと思いますね。うん ある意味こう、アタッカーとしてね、やっぱ、ここ最近あの、和井選手がこの独自までこう、ぐんとこう来たなってのはありますけど、はい、そんな彼の高校の後輩にもなりますが、中盤そこからのボールの出し方だとかってのが、それこそ今の小西選手だったり、岩尾選手みたいな感じで多分なってくなってのが、んそんなことに感じられるような選手でもありますので、はい、彼のパスワークに皆さん、期待。 してておいいただければ次の大島亮太みたいな感じですね。他のチームの人で言えば。そんな選手でございます。他に合いそうだなって、それこそボランチ何人か持ってかれてしまうってことがあれば、僕は今、松本にレンタル行ってる FC 東京の平川玲選手あたりもいいんじゃないのかなって思ったりしますね。そしてあとは前の方見ていきましょう。黄色、黄緑、緑あたり一気にギューンってやっていこうかなと思います。まずは 黄色のところにいる、うん、梶川ベテラン、ベテランの中で言ったら、梶川選手。うん、今年ね、ベルディにレンタルで行ってますけど、まあ、なんとなくですが、やっぱり来年もベルディで恋家事やるんじゃないのかなっての,そこのね。つながりがありますからね。そうなんですよ。なんで、おそらくはかなとちょっと思っているところはあります。はいはい、ただ、このチームは、 あの、それ以上に、ちょっと、ま、やばいとか、まずいのが、とある3人の選手が、ま、かなりロックオンされてしまってるんですね。まず1人目、ええー、フォワード、一番右ですね、宮代大成。はい。ま、そもそもレンタル中ですし、川崎からのね。なんで、まず、普通に考えて、徳島残留よりも可能性高いのは、まずは川崎バック。で、2番目としては、徳島以外のチームへのレンタル。はい。 川崎がね、す、うん、りさせるよってことですね。であとは、丸さんとしては、海外移籍。ああ、それもあるか。あり得てしまうんです。はい、それとの戦いになるから、必ずしも残せるわけじゃないぞっていうチ選手であることで間違いない。うん、そしてもう一人、柿田選手ですね。まあ、彼も鹿島からのレンタルなんで、うん、まあ、今ずっと残ってくれてはいますけど、鹿島側にもし何かあったら、返さざるを得なくなるのは、それは仕方のないこと。で、その、 返さざるを得ないかもしれないタイミングが来ちゃったかもしれない。まあさ、皆さん。これ収録が11月10日なんですよ、皆さん。今、ベトナムに、カシマアントラーズの上田綾瀬選手が行っております。代表ですね。はい。はい。うん、久しぶりのフル代表。はい、そこでもし、 ベトナム戦最終予選でゴール決めちゃいましたなんてことになると今年2桁ちゃんとチームでも取って代表でも活躍できるフォワードってなってしまったらやはり海外移籍の可能性が出てきてしまう,う,あそうです,かすると J1、はい、で活躍できるクラスのフォワード歌手も取らなきゃいけないじゃないですか、はい、そしたらまあ最優先はカキタバックになりますよねうとこういうところはあるかもしれませんなるほど、うんはい、そしてもう一つちょっとまことしやかにささやかれてるのが、はい 渡井選手、黄色のところですね。やっぱり浦和行くんじゃないのかっていう。あら、そうですか。一年経過して、やっぱりリカルド・ロドリエス監督が欲しがってるぞみたいな話がちらちらあるんですよね。そうなった場合、本人どうするのかってところが、ちょっと今のところはわからないなと。なんで、この三人に買えうるだけの選手は、あの、来年 J1 であったとしても、J2 であったとしても、取っておかなければならなそうだというのがあります。 その中で良さそうだなってのは、ちょっと4人ぐらいちょっと持ってきたんですけど、あの、いいかなって思うのが、まずあの、近場のところで、うん、えー、岡山イヨンゼ選手。うん、まあ、岡山のね、ちょっと、去年今年は、ちょっと怪我に流されてますけれども、怪我さえ言えれば2桁、J2 で絶対取れるぐらいの選手ですから、J1、うん、での活躍も期待したい、うん、なるほどね。そしてこちらも同じ四国の中で、愛媛の藤本良樹選手。うん、今年愛媛で2桁も取りまして、はい、あとはもうストライカーとしての地位をさらに向上させたいっていうところで言ったら、徳島。 あるんじゃないかなとか、いいんじゃないかなってので持ってきてみました。あとは、やっぱり徳島って言うと、ドリブラー系の選手必要だなってところで言うと、えー、今、名古屋の下部組織にいて、来季トップ昇格決まってる、高田秀正選手。うん、先日、10月末に行われたアンダー22、まあ、アジアのアンダー23選手権っていうところの予選会があったんですけれども、そこでも得点決めて、別に相手のね、香港とか、 あとはカウンボジアーにね、ディフェンダーたちをチンチンにするドリブルを何回も見せていた選手になるんですが、それこそ和田井選手みたいな感じになっていけるんじゃないかなってので、名古屋とのね、関係も深いチームですから、取れるんじゃないかな、レンタルで取れるんじゃないかなってので、ちょっと名前を挙げてみました。なるほど。 はい。うん、最後やっぱり大きい選手も必要なんですが、やっぱりそんなね、大田選手同様に、えー、最前線のところでこうドリブルでこうかわしてったり、得点力がある選手、実績のある選手ってところで、えー、今年松本にいる山口和馬選手なんてのはいかがかなってところを持って参りましたよ、というところでございましたと。あとはなんで各ポジションこうやってアップデートさせて、来季、どっちで戦うかまだわからないけれども、J1 残留できるんじゃないかってことを信じつつ、 あとは見ていきたいなっていうところでございます。はい。なるほど。わ、はい、かりました。ということでございました。徳島編をお送りしてまいりました。ということで。ありがとうございました、えーま。このシリーズね、全チームやってますね。他のチーム覗いてみてください。ということでございました。お願いします、えー。ということで、毎日やってますね。見るわかですチャンネル登録、そして高評価ボタンで応援してほしいと思います。井上、まうございました。ノーミルクサットでした。ありがとうございました。そ,それでは。